2000年に撮られたヘル半島のランドサット画像。ブワィスはボボで最も高い建物からの眺望。カイトサーフィンをする人々。海洋学研究所のアザラシ。1850年頃の木造家屋。現在はレストランになっている。ヘル半島はポーランド北部のプックワンとバルト海を隔てる全長3 5トルのサス。行政上は、 ポモージ県プック軍に所属する。半島の幅は、ユらた付近の約300メートル、最強部の100メートルから、先端部の3キロメートル以上まで様々である。全域が砂で形成されているため、しばしば冬の嵐で寸断されて、島になることがある。17世紀まで半島は、当初の連なりで、夏の間だけ繋がっていた。 本土から観光地として人気のヘルが位置する先端まで道路と鉄道が伸びている。その他の町、港及びリゾート地としてユラタやスタルニア・クズニツ・ハウピブ・アディス・ワ・ボボがある。1772年から1919 19年までヘル半島はプロイセン王国とドイツ帝国の領土であった。第一次世界大戦後にポーランド第二共和国の一部となると その軍事的重要性が認識され、防衛区として3000人の守備隊が駐留した。1939年に起きたヘルの戦いで、ポーランド軍は半島の一点を爆破し、島に変えた。ナチスドイツによる占領時代、ヘルの守備はさらに強化され、三門のアドルフ砲からなる砲台が置かれたが、砲台は間もなくフランスの大西洋の壁防衛に回された。 半島の守備隊は第二次世界大戦の終わりまで持ちこたえ、ドイツ降伏から6日後の1945年5月14日に投降した。戦後、ポーランドに復帰してもその軍事的な重要性は変わらず大部分の地域が軍用地に指定された。1940年代から50年代にかけてさらに砲台が増設された。今日、要塞施設や砲台の多くは 観光客に公開されているが、ポーランド陸軍の敷地も未だに存在する。アニメ、メタロカリプスに、バンド、デスクロックのメンバーが、ヘルハンの近くで公演を開くエピソードがある。作中では、ダンツ比の近くとなっている。ありがとうございます。